メジャー、上沢は直球も遅く三振が取れる球がない。メジャー挑戦表明の日本ハム、上沢に米メディア厳しい評価。能力に懸念がある、三振取れる球ない。同サイトは2月で30歳になる上沢の日本での通算成績が1118回3分の1を投げて防御率 3.19、 与え四球率 7.5%、 奪三振率 19.67% などと紹介しながら、メジャーに移行するための上沢の能力に懸念があるとして、直球の平均が 90.8 マイル前後で圧倒的なスピードがないと指摘した。さらに20年オフに日本ハムからポスティングシステムを使ってレンジャーズへ移籍した有原を引き合いに出し、有原が MLB に来た時ほどの制球力がなく三振を取れる球もないと厳しい評価。リリーフで球速上がればなんとかなるやろ、俺たちの富士でも活躍できたんやが、富士は球速だけはメジャーでも指折りやろ。有原ほど日本で活躍もしてないという事実、最悪トンボ返りで、やから気楽にチャレンジできるな。平は有原さんがメジャーで失敗した理由、球が遅すぎとか土星論言ってたな。これは同じ徹也は。どうせ来年1年アメリカ旅行して再来年ソフトバンク入りやろ。まあダメ元やろ。ダメでも有原さんの言う通り NPB が今の年俸より高い金額で取ってくれるし、それじゃ上原を打てなかった打者がバカみたいじゃん。ご視聴ありがとうございました。